僕が手掛けた最初のメタルギアっていうのがこのスネークのサーガを含むシリーズということで、それがとりあえず今回終わるという宣言でのチルですね。いろんな遺伝子とかを皆さんに受け継いでもらって、次の世代のクリエイターが、まあ、メタルを継続していってくれたらいいなという、まあ、そういう、まあ、内なる思いというか、そういうのがあります。僕の席がちょっと汚いです。ここです。ここです。で今はここでゲームをチェックしながらですね。そのすぐ近くにあるのが新川陽子のブース。キャラデザイン、メカデザイン、アートデザインの新川陽子さんの部屋です。こんにちは。こんにちは。2人は長年にわたり共にメタルギアを作り上げてきた戦友だ。今いつもと変わらないんですけど、まあ、シリーズ通して、キャラクターデザインと世界観の設定というか、まあ絵の部分全般を、まあ、監修するという仕事ですね。作業量の増加はハードによるものだけではない。キャラクターデザイナーの佐々木秀樹は物語の圧倒的なボリュームに悩まされていた。まあ、コスチュームのバリエーションであったりとか、まあ、いろんなエフェクトの作成であったりとかっていうのも、こちらで担当している、ところもあるので、実質、5倍ぐらい増えているんじゃないかと。最後の数ヶ月でゲームのクオリティが決まる。小島監督はスタッフに繰り返し訴えた。あと数ヶ月で完成しないといけないです。この数ヶ月がですね、ゲームでいうと 50% ぐらいになります。ここで頑張るか頑張らないかでクソゲーになったりいいゲームになったりという、それが重要な時期です。最後の 2,3 ヶ月ですね。まあ、ゲームデザインを、まあ、周知というか繊細にして、石橋叩きながらものを作っていくんですけど、やっぱり全部の部品が揃ってですね、一通り最初から終わりまで音楽も入って、エフェクトも入って、でその流れを通してやってみないとだからわからないことがあってですね、でそこでの微調整っていうのが、すごく効いてくるんですよ。細かいところが、作りっぱなしじゃなくて、何度もやりながらいろんな人の意見を聞きながら、細かいところを調整していくと、インタラクティビティなというか、インタラクティブなメディアなんで、非常にこう痒いところに手が届くというかですね、そういうサービスを提供することができるんですけど、本校のタブレットをつけてもノイズ発生してるんですかね。部屋に戻り再びゲームをチェックする。朝から晩までひたすらそれを繰り返す。今サプレッサーをつけてたんです。消音銃をつけて、あの銃声がしないのに見つかったと。ほとんど読めないと思いますけど、ね、これを読めるようになるんです。この汚い字がある日突然読めるらしい。本当に読めるようになるのだろうか。ボス的のチェックというかですね、ちゃんと解けるかとか、大体どういう武器でどれぐらいかかるとか、そんな感じです。反応は上々、思わず笑みがこぼれる。うまくハマってる人もいるんで、こっちが用意した、まあ、でも最初のモニターとしては下表示を出して、新しいアイテムがありますよっていうことをまあ知らせるのと、あとはちょっとブリーフィングっていう基本の操作が持ってますが、データを追加するのでこの時期結構厳しいんですけど、まあちょっと入れたいと思います。入れてみてどうなのかっていうのを今後またモニターとかでチェックをすると。野尻慎太もその一人だ。野尻は本作でバイクイベントと尾行イベントを担当している。私のこの趣味の思考の問題なんでしょうけど、やっぱりゲーム私が入ると割とちょっとこうバカなものを入れたくなると
いう形で、ちょっとあそこだけ毛色が違うかなっていうのがあるんですけど、あのまあそこら辺はあのエンジョイしていただけると。監督本人は自分を完璧主義者とは思っていないようだ。本来はもう完璧主義者であったはずなんですけど、ゲームっていくら完璧に作ったとしてもインタラクティブなんで、ユーザーが最後自分で完成させるんですよ、ゲームって。あのいろんな遊び方をするんで、それを考えると、まあ、僕らができるのはここまでっていうラインがあって、だからこそあの商品ができる。 I understand that he is a very passionate person and he is a perfectionist which I can relate to and I think he every little detail has to be perfect in order for the whole to be perfect. Like even him playing the demo, he's noticing little things here and there that could be better. He's able to see the big picture and also little details that make up the creative whole, you know, which I think is very difficult to keep in your head. So I'm not sure how he does it. もともと僕は小説とか書いてた頃もありましたし、映画も撮りたかったんですけど、そうなると自信はないです。あの完成させる自信はずっといじってるかもしれないです。ゲームだからこそできるというか、ゲームだからこそこれ以上はこだわっても、どうしようもないっていう限界みたいなのが見えてくるので、あの頃は今まあ、これほど PS3 とかこういう性能はなかったんですけど、それでもすごい可能性が見えたんですよ、この新しいメディアとして。映画とか小説とはもっと違う、進んだもっとこうワクワクするようなそういうメディアに見えたんですよね。でまだあの当時っていうのは、業界に入った時はやっぱり夢破れてゲーム業界っていう人が多かったです。今とは違って脚光を浴びてなかったんですけど、漫画家崩れ、バンド崩れ、そういう人ばっかりです。あのグラフィックデザイナー崩れとか。でもやっぱり自分が夢見た世界でご飯を食べたいっていう、そういう人たちばっかりなんですよね。あの CD 出したけど売れなかったけど、やっぱり音楽の仕事がしたいからって言って、それがまあ20年前はみんなそうでしたね、開発の人って。だからすごい同じような感じの人たちがいて、すごい頑張りましたね、みんな。なんとしてもゲームっていうメディアを高めたいと、今はバカにされてるけどっていうことで、あの時の雰囲気は何とも言えない。もういついつまでって決まってる中で、こんな状態では出したくないと、こうしたいのにできないっていう悩みがずっとあるんですよ。もうこれがこのまま出たらまずいと、もっとクオリティ上げたいとか、あの喜んでくれるのかな、どうやなという、とにかくもうその作品のことしか考えられない。商品を確実に発売するため、コレカドは修正作業の中断を提案した。それとでは出されへんからね、だって。そうですね。でも全部今のままやって、今のままやってたら上がらないと思います。だからね、こんだけ上がってきましたっていう、そう、そのやり方がおかしい。やり方おかしいんですよ。うん、そう。更新の仕方がおかしいから、その直さな進まへんやんか。そうそうそう。そういう議論ないもんだって。最後はできませんって言ったらしまいやんかだって自分で。そうそう。できませんって。そこやる変えたい。無理やんかだって。うん。だからそこ変えたいんで。いや、だからそれは譲歩せなあかんので。なんでバグってんのか知りたい。おかしいね、だって。でも手動かしたら絶対バグりますよ。それは人ですもん。そんなこと言ったらモノなんか作られへん。いや、だからそれはあの絶対やっちゃいけないことなんですけども、コストとして計算しとかないと商品が危ないんですもん、それは。クオリティを上げたい監督とデータを安定させたいプログラマー、それぞれの立場がぶつかり合う。うん、でもそうだと思いますよ、監督的には。でやっぱり監督の方はそこはこうどんどん言っていただいてですね、でもまあ私らプログラマーはそれを止めてても安定したバージョンを作らなくちゃいけないんで、そこでやり取りしながら一番いい落としどころを見つけていかなくちゃいけないんで、まあ仕方ないですね。